こんばんは、山亮と申します。今日はですね、何でもない話題なんですけど、いつものことですけどね、ですね、ちょっとね、気になったパン屋さんがあってね、たまたまちょっと寄る機会があったんでね、ちょっと寄ってきました。四日市の人でも知ってるかな、こういうね、これでわかるかな、四日市市のね、中部にある、トミパンカフェっていうね、トミパンカフェって名前になってるんですけど、カフェとなんかパンの販売店がね、併設になっているような、ところでしてね、前から、場所はね、ちょっと地図の方をね、カットインで載せておきますけど、こんな感じの場所なんですけど、場所は見てパッとピンとくるかな。中部の、国道1号線の中部、国道1号線ありますよね。国一。国一ずーっと走っとって、あれは、西浦通りじゃないな、柳通りか。柳通りとぶつかる中部の交差点のところってわかります？スーパーフリークスさんって満喫が、でっかい満喫がある、昔弥生館があったところですね。映画館の弥生館があった、あの交差点のところから、国道1号線走っとったら、そこから海側の方に折れて、一つ、隣に旧東海道の筋があるんですよ。って言ってわかるかな？旧東海道の筋があるんですよ。で、その旧東海道の筋のところの方に、あるんですよ。ここは看板もね、そんなに大きく出てないんで、近くをね、スーってね、その通りをね、通る人でないとね、なかなか、気づきにくい場所やと思います。駐車場とかもないところなんですけどね、パン屋さんがあって、どこからやってきとったんだろうな。1年か2年ぐらいですよね、多分。まだね、お店の人で聞けばよかったんですけど。そう。で、ちょっとたまたまね、うまいことね、前で、寄る機会がありましたもんで、パンを買ってですね、食べたわけなんです。美味しかったです。クリームパンとか、あんパンとかね、いろいろね、食べましたよ。ラスクも置いてあって、ラスクも美味しかったですね。とかね、いろいろ、置いてあってね、いいお店で、パンも美味しくて、よかったんですよ。トミパンさんで、また可愛らしい。で、このね、キャラクターのね、がね、乗っとる。この子のシルエットやったら、確かね、お店の前はね、シルエットの看板になっとった気がしますけどね。あるんですよ。もし、ご興味ありましたら、パンで大変美味しかったです。で、そのパンついでにね、そこで、いろいろ買って食べたんですけど、ついでにですね、ちょうどね、お宮じゃないですけどね、やっぱね、パン屋さんに行くとね、私何が買いたくなるってね、これ、わかりますかね、バケット。長パンですよね。私ね、これ、結構ね、バケット好きなんですよ。ただ、なかなかね、スーパーでも取ることは売ってます。パスコさんのやつなんかね、この辺りやと、よく売ってますけど、あれ、結構大きいじゃないですか。そうするとね、一人暮らしなんでね、なかなかね、食べるの大変なんです。これね、ちょうどいいやんって。ね、これ、ちょうどいいサイズぐらいなんですよね。これ、一人で食べる分には、私多少食べますんでね、これをね、ちょっと切ってね、食べるのにね、せっかくね、食べるんやったらっていうのでね、これまた牛乳も買ってきてね、牛乳、大内山牛乳。で、ちょっと今回、いつもはね、1リットルのやつにドンって買うんですけどね、ちょっと今回はね、撮影もあったんで、どうしようかなって、低脂肪乳とかもあるじゃないですか。で、これがもうね、一番有名だと思ってるんですけど、私は勝手に。というか、ミキの人ならね、四日市市民ならずとも、三重県の人なら、大内山牛乳知らないってことはないでしょう。で、この動画もシリーズでも、大内山っていう駅でね、この前の亀山から新宮まで各駅停車で行ったやつでも、途中で大内山っていう駅でね、動画、ちょろっと回してましたけど、あそこですね、大内山のところで、そうですね、住所で言うと、渡来郡大紀町なんですね。あそこは大紀町なんですね、あそこは。で、大内山っていうところであって。
これね、もう、美味しいですね。なんて言ったらいいのかな。愛知県とか関東の方に行くと高梨乳業さんってあるじゃないですか。あそこの、あれは低温殺菌牛乳がね、ちょっといい値段のやつであってね、有名ですけど。あれ、高梨牛乳さんも好きなんですよ。うん。低温殺菌のやつ好きなんですよ。ここではね、低温殺菌じゃないんですけどね、125度の3秒のやつなんで。まあ、低温殺菌の話は置いときましょうか。まあ、ヨトラコさんって、四日市のね、牛乳屋さんでね、低温殺菌の美味しいのもありますけど、ちょっとね、撮影するのにね、ちょっとあっち、ちょっとね、日持ちがね、あれなんで、3本買うとね、ちょっと私も用飲まんもんで、これやったらね、もう一回でガッグって一気飲みできますんでね。で、そんなこと置いといて、買ってきましたよと。これでね、まあ、ちょっと、久しぶりに、普段ね、朝飯をあんまし食わないし、どちらかというとご飯等なんで、ご飯がね、メインで食べるんですけど、まあ、せっかくなんでね、美味しいパン屋さん見つけたんで、ちょっとパンもね、また食べてみたいなっていうので、で、パン食べるついでに牛乳ですね。まあ、ちなみに、お前、白いご飯と牛乳でも食う人とやないかって言われるとね、まあそうなんですけど、うん、全然ね、牛乳と白米ってね、私食べれるんでね、あわーんとかっていうのがよくわからないんですけど、まあ、そんなことは置いときましょうか。どうしようかな。牛乳雑学。でも言っときましょうか。話がそれまくってますけどね、相変わらず。これね、低脂肪乳とね、おうち甘い、こんなのもあるんですよ。まあまあまあ、しっとりした人だと思いますね。こっちにはちょっとお値段安いんですよ。まあ、どこもそうですよね。牛乳と低脂肪乳ってあったら、ちょっと低脂肪乳の方がお値段が安くなっとって、まあね、ヘルシー志向の方はね、低脂肪でね、ヘルシーで、お値段も安くて、ね、一石二鳥やないかって。それで言うと、大体なんか日持ちもいいですよね、低脂肪乳の方が。よく理由はわかりませんけど。で、私が知っとるのは、本当にどうでもいいことなんですけど、牛乳と低脂肪乳とか、ですね、でよく見てみるとこういうふうにね、上のところ分かりますかね。牛乳ってこれ、ここのやつくぼみあるじゃないですか。これ平らでしょう。これって実は法律で決まってるらしいですね。法律なんかな、これ大内山牛乳さんが牛乳をこうしとって低脂肪乳をこうしとるってわけじゃなくて、全国どこも明治さんとか、森永さんとか、全国の牛乳屋さんが、牛乳というものはなんかですね、資格、触覚で分かるようにっていうので、必ず切り込みを入れないといけないっていう、決まりがあって、ですので、ここで、種類別っていうのは牛乳ってなってるじゃないですか。牛乳という種類に法的に類するものは、この切れ込みがいるんですって。で、ここが、種類別がこれ、成分調整乳ってなってるじゃないですか。この成分調整乳とか乳製品というものには、くぼみをつけるに平らにしなさいっていう、ルールがあるんですって。ちなみに、ちょっと、スーパーに行って牛乳コーナーとか見ることがあったら、コンビニの牛乳でももちろんそうなってるはずですんで、うん。一回キラッと見てみてください。こうやって明治とかやると、ラブはまっすぐになっとる。ラブはまっすぐで、普通の、牛乳やったら、まあ、ちょっとここがピクってなっとるっていう、こういうね、うん、のがありますよっていう話をしたかったのと、それはあんましたくなかったんや。別にどうでもいいよかったんや。今回ね、一番言いたかったのは、パン買ってきて、パンの食べ方なんですけど、これは別にバケットじゃなくていいんですよ。食パンの方でいいんです。まあ普通の食パンあるじゃないですか。皆さんは食パンをどうやって食べますか？私は自分の食べ方が一番美味しいと思う食べ方で食べてるんですけど、あまりにも賛同者がいない。なんでお前そんな食べ方するんやって言われるんですよ。食べ方としてはね、せっかくやれ、ボールとかましょうか。そんなにね、私はね、変わった食べ方とは思わないんですけどね。まずパン、まあ食パンでいいですよ、食パンの方で。食パンなんですけど、まず、私、これ食パンね、ごめんね、全然わかりにくい。厚さ。厚さがね、私薄い方が好きなんですよ。結構薄いのが好き。よくスーパーで売っとる一斤サイズ。あのやつで8枚切り。それ8枚切りが好きなんですよね。この時点で変わっとるなって呼ばれるんですよね。まあよく
東に行くと薄くなって、西に行くとあのパンの厚さがね、あの切り方が薄、あの分厚い方のが売れるっていう話がありますけど、実際そうですね、名古屋の方に行くと5枚切りがメインで、5枚切り6枚切りがメインになるんだけど、確かに大阪に行くと4枚切りと5枚切りがメインな気がします。玉出とか行くとね、そんな気がします。でこっちも比較的厚い方のが多い気がします。いやいや、あのメンチンとかね、あのエンドの食パンのエンドの棚があって、メインの動線のところとか見とると、だいたいメインの動線が、4枚5枚が来るようになっとって、で6枚がちょっと端に追いやられて、8枚が置いてなかったり、なんかちょろっと端っことか、こういう下の方の端っこに置いてあったりとかっていう感じなんですよ。で私はその8枚をなんとか探してですね、買ってくるわけなんですけど、まず薄いのが好き、それも珍しいなって言われる。でまあまあこれはまあ別にいいんですよ。大事なのはこの8枚切りをどう食べるかで、まず私焼かないんですよね。じゃあもう逃走の話じゃないんですけど、その時点で、焼かない。どうもね、焼いたパンって なんかねよりもあのふわっとした食感が好きなんで、ソフトなのが好きなんで、薄いのでしかも焼かずにもうふわっと、もう焼いても 1,2 分とか軽く水気飛ばすような感じ、ぐらいしかやらないんですよ。でサラダにこれが一番買うとると言われるのが、焼かない上にここにオリーブオイルを漬け込むんですよ。誰かこれを賛同してくれる人はいないかな。YouTube でね、日本に、まあこれはちょっと世界にも訴えてみますけど、逆に世界やとどうなんでしょうね。日本の場合はマーガリンじゃないですか。もう圧倒的マーガリンじゃないですか。なんか、いや、よくね、あの、アメリカ言うとマーガリン使わんって言いますよね。本当なんかな。日本なんか、ね、日本でね、そのね、あのバターとか売っとるコーナーって言ったら基本マーガリンじゃないですか。マーガリンがいろんな種類があってね、キャノーラ油のやつだったりね、いろいろとあって、で隅っこにちょろっとバターが置いてある、まあ無塩と有塩とって置いてあってね、しますけど、でもどうです、まあバターが好きな人やったらね、もういや俺もねマーガリンじゃなくてバターがいいんやっていう、これは聞きます、これは聞きますね。いややっぱしマーガリンよりも本格的にちゃんとしたバターの方がいいよっていう人がおるっていうのも聞きますしまあまあね、まあこれにねプラスアルファジャムはねつける人いると思うんですけど、私ジャムもあんまり得意じゃないんですよね。わざわざジャムをつけて食べようと思わないんですよね。で、それ、これ、あの、ジャム全般、辛いジャムも甘いジャム全般で、もう私は焼かずに、8枚切りのトーストを、に、オリーブオイルをピタッと塗ってですね、塗ってというか、漬け込むような感じですよね。ピタッとつけて、パクって食べるっていう。まあ、大体は、まあ、あの、ピタッとつけるか、その、スプーンでですね、ターッと垂らして、全面にオリーブオイルを塗ってですね、でまあ焼くにしても焼かないにしてもって感じなんですよ。でこれをみんな変わったのんなオリーブオイル臭くて食べれやんじゃないかとかって言うんですよ。いや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 十分美味しいと思いますけどね。あとこれはね、マーガリンメーカーさんに喧嘩を売ってそうで怖いんですけど、マーガリンってだってよくあのいいマーガリンほどキャノーラ油100% とかって言って、ね、あの、塩とかって言って、どうやって感じでマーガリン売ってるじゃないですか。で、キャノーラオイル 100% マーガリンを焼いて溶かして食べるんやったら、サラダ油塗ってるのと一緒じゃないって思うんですよね、私は。だってサラダ油って、サラダ油のいいやつってキャノーラ油じゃないですか。で、サラダ油やったら、ね、でかいので、ね、200円ぐらいで買えるじゃないですか、1リットル。
やったらマーガリン塗らんと、もうそれはダラプラ塗っといたらいいんじゃないのと思うんですけど、これはさ、なんかで、ね、うん、そんなわけないやろ、マーガリンとサラダ油じゃ全然違うんやって言うんですけど、でもマーガリンの中を見るとキャノーラ油とこれにプラスアルファ固めるやつなんですよね。ならもうこれ塗っとけばいいやんって。で、サラダ油塗るんやったらオリーブオイルの方がね、おいしいんちゃうのって思うんですけど、で、まあ、でも私は単にオリーブオイルが好きですよ。何でもオリーブオイルで炒め物とか作るんで、家にもオリーブオイル絶対ありますし、サラダ油を切らしてもオリーブオイルは絶対ありますね。ただオリーブオイルとごま油は、ごま油の話になると、あれですけど、まあ当然茎のごま油ですよ、私はね。もちろん、もちろん、四日市ですから。ね、あの、有名な茎のごま油ってのがあるんですよ、四日市はね。うん。で、っていう、のを聞きたかったんです。どうなんですか？オリーブオイルって人どれぐらいの割合なんでしょう？で、今挙げたみたいにマーガリンとか以外にもっと何か、いや、俺こういう食べ方あるんやとかっていうね、やつをですね、ございましたらですね、ぜひ何か教えていただきたいなというだけの、小言ですね。今回も小言でございますが、話でした。で、もし何か興味がございましたら、ぜひオリーブ、あ、ちなみに、オリーブオイルはエクストラバーディーね。あの、ピュアオリーブオイルとか、市販ではあんまないですけど、サンサーオイルとかってありますけど、トーストで特に生でかけるんやったら絶対エクストラバージン。ダントツで、おすすめですね。エクストラバージンのちょっと高いですけどね。エクストラバージンのオリーブオイルを、パンにかけてですね、ぜひ一度お試していただきたいと思うんです。ただこれだけの動画でございます。ご視聴ありがとうございました。